はい、エルガでーす。なんとね、ね、京阪バスに乗っ取ってたんで、はい。なんとね、あの二人掛けのあのシートをね、あの肘掛けの部分をね、壊してしまいました。ね、2016年にあったね、あの放送事故を思い出します。まあ春日さんのね、いて、椅子事件をね、急に思い出してしまいました。無理にね、力をね、加えて、肘掛けがねパキッて割れました。マジで。あれね、自分は悪くないんですよ。他人がね、無理に力をね加えて押したので、潰れちゃいました。うん、あれ何回壊したかというと、まあ3回ぐらい壊しましたね。3回ぐらいですね。まあひじかて潰して、作りがしょぼかったんでね、潰れました。はい、嘘でした。潰してません。全部嘘です。それじゃあ、エルガーカーでした。バイバイ。